JA グループ長崎から依頼を受け、長崎大学の書道部が縦11メートル、横7メートルの垂れ幕を作りました。来月、地元で凱旋ライブを行う佐田さん、福山さんをもてなすとともに、来月16日の国商国産の日を PR します。ちょっと緊張したんですけれども、長崎に来てくださるということで、とても歓迎する気持ちで書きました。3時間半かけて完成した垂れ幕は、来月7日から県 JA 会館に掲げられます。さだまさしさんと福山さんは、歌で元気をくれてると思うんですけれども、JA グループとしては、食を通して皆さんにこう元気を与えたいなっていうことで、そういう思いを込めて垂れ幕を作成しました。JA グループ長崎では、福山さんのライブが行われる来月13日、長崎駅の西口広場で長崎和牛や県産米などを PR するイベントを開く予定です。